ジェレミージャノは、フランスノール県、バランシエンの出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。地元である、バランシエンヌ FC ユースから AS、サンテティエンヌユースを経て、1996から97シーズンに、当時2部に所属していたサンテティエンヌで、プロデビュー。以後16シーズンにわたり同チームに所属し、 計3 4 2試合に出場した。2004年11月から2005年9月にかけ、ホームの試合で1534分連続、無失点というリーグ記録を作っている。2011から12シーズンは、新加入のステファン・リュフィエにポジションを奪われたこともあり、2012年5月4日に、相次ぐ故障により、GK 不足に陥った FC ロリアンへ、レンタル移籍した。 同年8月2日、リーグドゥに降格した、ルマン FC へ完全移籍、正ゴールキーパーとして、ゴールマウスを守ったが、チームはあえなく3部へと降格した。2015年に FC フィルミニーの監督に就任した。サンテティエンヌ時代には、スパイダーマンをあしらった衣装で試合に出場したり、後頭部に総合格闘家のバンダレーシューバと同じ。 入れ墨を入れるなど、奇抜な一面も持ち合わせている。ありがとうございます。